見てくださいこれ、マンションを建築しましたよ。おお、いつの間に、結構立派に仕上がってるじゃねえか。いやー、長いことお待たせしてしまったけど、ついに村人さんたちをこの村にお招きするために、5階建てのマンションを作ったよ。モンスターが湧かないように、ちゃんと湧き潰しもしたつもりだけど、正直まだちょっと自信ないから、安全が確認できるまで、マンションの周りは柵で囲わせてもらうよ。一度村人さんたち、絶滅しそうになったからな。あのような悲劇は繰り返したくないぜ。うん、なので細心の注意を払って進めていきましょう。マンションの中の紹介は、村人さんが来てからだね。さて、村人さんたちを連れてくるために、首紐が必要だね。カステラちゃん、ちょっと首紐借りるわよ。あ、親狐まだ逃がしてないんだな。うん、コメント欄で、親子離れ離れにしたらかわいそうって意見があって、確かにって思ったからね。であれ、首紐は？カステラー。ちょ、やめて、返して。美味しいお肉とかあげるからさ、首紐結構貴重なのよ。頼むから加えないで。しょうがない、牛の焼肉でもあげればさすがにそっち加えるだろ。ほらほら、美味しいお肉だよ。って全然興味示してないし。なんでよ、首紐なんて美味しくないでしょ。いや、くるくるくるーじゃなくてさ、なんかもっと興味あるものないの？いろいろと投げてみたが、一向に首紐を離さないな。よほど首紐がお気に入りらしい。そうだそうだ、キツネはスイートベリーが好きなんだった。さすがにこれを食べてる時なら、首紐を落としてくれるでしょ。よし、キツネが逃げないようにこっそり入って。ほーらカステラちゃん、大好物のスイートベリーだよ。いや、ハートじゃなくてさ、なんで離さないの？ねえ、首紐加えたまま食べれるのかよ。ダメだこりゃ、もう諦めた方がいいかもな。もうしょうがない、スライムボールから首紐を作るしかないわ。とほほ、これめっちゃ貴重だからできれば使いたくなかったのに。前の拠点で頑張ってスライムチャンクを作ったが、ほとんどはいてくれなかったんだよな。あれはマジでトラウマだわ。さて、首紐作るにはあと糸が4つか。糸、どっかにしまってあると思うんだけどね。ここも狭くてごちゃごちゃしてるからな。本当は新しい倉庫作りたいところだぜ。お、あったあった、ここだここ。これで首紐が作れそうだね。いよいよ、超久しぶりの、村人さんたちとの再会だな。みんな元気にしてるかな？誰もいなかったりしたらどうしよう。おーい、みんな無事かー。やった、みんな生きてるね。よかったな、とりあえず一安心だぜ。やっこう司祭さん、お久しぶり。やっこうじゃないよ、どんだけ待たせるんだよ。4ヶ月だよ、約4ヶ月間ここに幽閉されてたんだよ。投稿早くしろよ。あ、もしかして、マイクラまだですか？って、コメント欄で催促してたのはお前か。いや違うけど、見ての通りネット環境とかないから。てか4ヶ月前と同じミスを犯してるよ。直接首紐は繋げないって。ちゃんと快適なボートを準備してもらわないと。チェ、めんどくさいわね。しょうがない、ボート作って引っ張っていくか。はい、ボート作りました。いよいよお引っ越しだな。さて、司祭さんどこ？あ、いたいた。ほら、これに乗ってね。よしよし、偉いぞ。あとはこのまま引っ張っていくだけだね。いや、ボートに対して出口が狭すぎない。これ絶対出られないでしょ。大丈夫、そういう時は、気合ですり抜けろ。いやなんかすり抜けちゃったけどさ、おかしいでしょ、ドラパルとかよ。いやそのツッコミが出てくる方がおかしいぞ。剣盾の発売は3ヶ月前だからな。って、思いっきり引っ張ったら切れちゃったよ。あーもうめんどくさい、連れてくの2人だけでいいかな。いやあからさまにめんどくさがりすぎでしょ。僕の家族も連れて行ってくれよ。まあ大丈夫だろ、だって司祭さん、まだまだ現役だろ。いや現役って、君たちこの村の人口問題を僕に頼りすぎでしょ。あ、そうだ、モンスターが入ってこないように、新しい村の周りに堀を作ったんだけど、これ一段高いじゃん、登れる。とりあえず一時的に堀を埋めて、引っ張ってみるんだぜ。頼むよ、体重軽くしといて。いや無理でしょ、質量保存の法則的に。ほら無理だよ、どう考えても突っかえるよ。もう、
世話のかかる村人ね。自分で歩きなさいよ。まあせっかく新しい村に行ってあげるんだから、それくらいはサービスしてくれないとね。く、わかったわよ。でもどうすれば。そうだ、ハーフブロックを置けばいいんだ。それならスルッと引っ張ってこれるでしょう。よし、これでオッケー。さあいらっしゃい。ってこれでもダメなのかよ。別の方法を考えないとな。もうあなたたち、やっぱり段差くらい自力で登りなさい。へえ、ボート楽だったのにな。文句言わないの。こっちはあなたたちのために、マンションを建設してあげたんだから。おお、マンション、それはいいね。やっとまともな家に住めるって言うんだね。そうだよ、大いに期待しててね。さ、乗った乗った。わーい、マンションか、楽しみだな。ふふ、もう少しで着くよ。驚いた顔が楽しみだぜ。どう？いいマンションでしょ？うん、思ったより作りもしっかりしてそうだし、綺麗だし結構気に入ったよ。てやばい、それどころじゃなかった。醸造台とか旗織り機とかを持ってこないと、村人たちが職を忘れちゃう。ニートになられちゃたまったもんじゃないな。急ぐんだぜ。羊飼いさんのやつってこれだったっけ？多分そうだった。と思うけどな。司祭さんのはこれで間違いない。とにかく、マックスまで育てた司祭さんに職を忘れられるのは困るんだ。ああ、羊飼いさんが。ちょっと遅かったな。普通の村人になっちゃったぜ。司祭さんだけは戻られちゃ困る。急いで部屋の適当な位置に醸造台を。はいはい、もうここ司祭さんの部屋ね。この辺でいいや、それ。どっちも司祭さんになっちゃったー。ちょ、紛らわしいんですけど。いや僕に言われても、旗織り機先に置くべきだったでしょ。でも大丈夫だよ、僕は熟練した最大レベルの司祭。ほら見て、僕にだけダイヤモンドのような印があるでしょ。これで見分けがつくはずだよ。ほんとだ、初めて知ったぜ。それではお待ちかね、マンションのご紹介です。下からモンスターの声が聞こえますが無視してください。いやめちゃめちゃ気になるんですけど。部屋の間取りはこんな感じですね。大体どの部屋も一緒です。まだ置いてあるものは少ないですが、階ごとにいろんな食用ブロックを置いて、もっと賑やかにしていきたいですね。ここが羊飼いさんの部屋か。まあ今では司祭さんになってしまったけど。ほんと、思わぬ誤算だったわ。さて、ここが3階。ここから上はまだベッドしか置いてないよ。村人が住むのはもっと増えてからだな。どうですか司祭さん。あまり広い部屋ではないけれど、窓とかもたくさんあってなかなか素敵でしょ。うん、結構いい感じだね。ただちょっと、なんか蒸し暑いというかもわっとするというか。まあ最近あったかくなってきましたからね。さて、この5階の部屋は少し天井が高め、こちらのはしごから屋上に出ることもできるよ。出るときはここのボタンを押してね。へえ、夕日も見えるしなかなかいい景色だね。ただし、私たちの家のお風呂も見えちゃうから、もし覗こうもんなら、どうなるかわかってるな。ひぃ、決して覗きません。ということで、マンションのご紹介でした。どう？気に入ったでしょ？いや、見た目はいいんだけどさ、ちょっと気になったことがあって、そこの柱、触ってみてくれない？何よ、硬いでしょ？しっかりした柱よ。じゃあ今度はその隣の壁を。え、これは、羊毛じゃねえか。聞く。ほら、やっぱりね、なんかモフモフすると思ったもん。いやごめんね。予算が足りなくて、本当は全部コンクリートにしたかったんだけど、コンクリートっぽいから羊毛でいいかなって。いやよくねえよ、とんでもねえ欠陥建築だよ。毛でできた家なんて聞いたことねえよ。大丈夫、火災保険には入っといてやるからよ。いや大丈夫じゃないでしょ、絶対燃えるでしょこれ。はい、ということで無事、村人さんたちを引っ越しさせることができました。いや将来に対する不安しかないけどね。最後まで見てくれてありがとな。今回はこの辺で失礼しようと思います。まあまたのんびり更新していく予定だから、次の動画でもよろしくな。それでは皆さん、さようならー。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。
チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。